Today's game is Jeff United versus Gamba. サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。絶好のサッカービールと申し上げておきましょう。ジェフユナイテッド市原対ガンバ大阪で、今日は練習試合の模様をお楽しみいただきます。やはり内容の濃い試合を見たいですね。解説は元日本代表木村和司さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。前半45分が始まりました。まだ蹴らない。ルッカップ。ジョー、打てるか。どう守る。シュート、うまく曲げることができなかったんですかね。相手に翻弄されています。相当荒っぽい。これはいけません。フェアプレー、プリーズ。ちょっと押されているっていう感じでしょうね。さあ、ここはどう守る。ロングキャッチできません。ボールがこぼれた。どう出るか。慎重に運んでいきます。マスロバル。ここはどう守る。この状態からスルーパスに気をつけた。タイミングちょっと合いませんでしたね。さて、ゴールキックで試合再開です。手元の時計で間もなく前半の立ち上がり15分経過しようというところ。さあ、どう出てくるのか。もういい展開ですよ。ていく両者ともここまで。ボールが跳ね返った。ジェフ、早いところ守備の体勢を整えたい。自らキープです。さあ、ここはどう守る。両者ともここまでノーゴール。どう思われますか。ちゃんとこう早く得点し、ゴールライン割りました。コーナーキック。ここはショートコーナーもありますからね。ゴールライン終わりました。コーナーキック。リスタートからの攻めには定評がある。ボールはゴールライン終わりました。コーナーキック。ボールはジェフ。リスタートからの攻めには定評がある。ボールをコントロールしきれませんでしたね。コーナーキック。キッカーはジョー。リスタートからの攻めには定評がある。両チームともまだ得点がありません。いい動き見せてますよ。ここでカシュートしました。キャッチできません。ボールがこぼれた。エジリ、右のスペースから行った。中央で待ち構えています。落ち着いて中を見てセンタリング。ボールが跳ね返った。秋葉、ドリブルで相手選手を引きつけます。シュート。中央で待ち構えています。センターリングが入りました。センターリングのチャンスだ。中盤の攻めはどう出ますか。そして右、ゴール前にボールを入れた。キャッチできません。ボールがこぼれた。前半終了。後半が始まりました。どうでしょう木村さん。
前半を振り返ってみていかがでしょうか。まあこのハーフタイムの監督の指示がこのゲームを左右しそうですよね。パシェ打てるか。マスロバル落ち着いてさばきます。ロングシュ、ボールが跳ね返った。もういい展開ですよ。相当荒っぽい。これはいけません。フェアプレープリーズ。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。いい動き見せてますよ。パシェック、ペナルティーエリアまで来た。ここでインターセプトしたい。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。両チームともまだ得点がありません。いい動き見せてますよ。さあここはどう守る。ちょっと押されてるっていう感じでしょうね。攻撃陣にどうつなげるのか。パシェック打てるか。逆サイドに注目してみましょう。キャッチできません。ボールがこぼれた。両手ボールラインを割りました。コーナーキック。リスタートからの攻めには定評がある。そしてまたジョもっとピッチを広く使った方がいいんじゃないでしょうかね。シュート。両者無得点のままゲームは進行しています。この状態からスルーパスに気をつけたい。ロングシュート、ボールが跳ね返った。いろんなスペースを作ってほしいですね。両チームここまでノーゴール。いかがですか。まあとにかく早く得点シーンが見たいですよね。パスコースが見えたんでしょうか。相当荒っぽい。これはいけません。フェアプレープリーズ。エジリー。両チームここまでノーボール。いかがですか。まあこういうゴール前にボールを入れた。ジェッここはどう守る。痛いんですよあれは。マスロバル、やはりイエローカード。まあレッドカードでもおかしくないと思いますよ。ボールはガンバ。蹴るのは平岡だ。ここからリズムに乗っていきたい。まだシュートしてきません。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。ちょっと押されているっていう感じでしょうね。後半終了。延長戦にもつれ込みます。延長戦試合開始です。フィジカルコンタクトが荒い。手元の時計でまもなく延長前半の立ち上がり5分を経過しようというところ。慎重に運んでいきます。秋葉パシェック。ここはじっくり様子を見ます。シュートキャッチできません。ボールがこぼれた。ここで攻めに転じることができるか。もういい展開ですよ。マークにつけるか。
延長後半に最後の望みをかけます。今延長後半に入りました。両チームともここで決めておきたいところ、どうでしょう木村さん、延長前半までを振り返ってみていかがでしょうか。まあこの辺は全員で守ってもいいんじゃないでしょうか。ボールが跳ね返った。延長後半落ち着いて中を見てセンタリング、島田ファウル、これはいけません。フェアプレープリーズ。ここはプロとしての技の見せ所ですね。ゴールライン割りました。ボールキックに変わりました。気持ちが前に出て中央にキャッチできません。ボールがこぼれた。あ、ホールイン。まあ足はあのぐらいできたんですけどね。さあもう一度見てみましょう。サポーターの前で素晴らしいゲームをしましたね。なかなか感動的ですよね。タイムアップ、試合終了。ジェフユナイテッド市原勝ちました。これでカップ戦、リーグ戦への展望が明るくなったと思います。いいゲームでした。ナイスゲーム。解説は元日本代表フリーキックの名手木村和司さんでした。木村さんありがとうございました。どうもありがとうございました。実況は金子勝彦でお送りいたしました。それでは皆さん、またお会いします。さようなら。Yeah.